はい、どうも、キタです。本日もご視聴いただきありがとうございます。そして本日はですね、少し前に僕自分のセクシャリティの動画を出したんですけど、その反響がすごくたくさんあって、あれってすごく本当に自分の中ではすごい、公開した後どういう反応が来るかめちゃくちゃ不安で、マジでいいコメントというかポジティブなコメントがすごくたくさんあって、本当に言ってよかったなと思ってますし、同じ境遇の人だったりとか、僕が予想してたように僕のことをあんまりそのセクシャリティ云々で見てなかったよっていう人が多かったり、僕がその発言をしても全然違和感がないし、なんならもうそうだと思ってたよぐらいの人が多かったので、なんか本当に言ってよかったなと思いました。本当に僕ずっと質問回答動画出してなくって、なんでかっていうと、結構僕こう見て正直なんですね。本当に正直なんですよ。どの口が言っとんねんって、そんなこと知らんかなって思うかもしれんと思うけど、結構正直なタイプで、質問された時に僕嘘を答えられないんですよ。例えば女性のタイプとか今まで聞かれた時に、2年前ぐらいの動画で答えてたりした時はまだ若干その気持ちがあったからわかるんだけど、今となっては僕も男性が好きって公言しちゃったので、そういう質問も違いますって答えれるし、恋愛話もちゃんと主語を言えるようになった。男性の話をちゃんと男性が好きって言ったことによって、彼がちゃんと言えるので、今までさ、僕恋愛話した時に主語何も言ってなかったと思うんですよ。こういう動画出してた時も主語を言わずに恋愛話してたから、多分ね、気づいてる人は気づいてたかもしれないんだけど、そなので、今回ちゃんと言ったことによって皆さんの質問にちゃんと僕の等身大の言葉で言えるかなと思ったので、本当にもう超久しぶりに質問募集して、インスタグラムの方で NG なしの質問くださいってことで質問募集したので、それに答えていこうと思います。で、早速いきましょう。まず一つ目、結構ね、全体通して言っていいですか？スキピに関する質問がめちゃくちゃありました。今スキピいますかとか、今小指でいますかって質問がめっちゃあったんですけど、いないです。本当に動画でも言ったんですけど、僕上京して6年ぐらい経つんですけど、6年ずーっと誰とも本当にお付き合いしてないので、その巡りはありました。どっかで言ったかもしれないですけど、お付き合いしてないので本当に誰とも付き合ってないし、今もそういう人はいないですし、スキピもいないです、今のところは。で、僕結構昔の動画で常時仕事のモチベーションを上げるためにスキピを3人ぐらい作っておいて、そのスキピと会うことによって自分のモチベーションを上げるっていう風な、自分なりの恋愛観というか恋愛法というかを紹介したことがあったんですけど、最近そのスキピというか、ちょっとこう自分のモチベ上げてほしいな、ワクワクみたいな、そういう男性もいないので、特にそういうスキピは今のところはいないので、本当に今最近モチベーションがもう行方不明って感じで、なのでいないです、本当にスキピに関しては。次は、今まで一番ムカついたコメント DM はっていう質問なんですけど、ムカついたコメント DM、 正直そのガチで答えるとですよ、 NG 出してって言ってるからガチで言うんだけど、去年の5月頃、僕が去年一昨年かな、その仰天ニュース出させてもらった時があったんですけど、その直後にある方から僕の Twitter とかインスタにとか YouTube もそうですけど、その3つのアカウントにある方からコメントがあったんですよ。本当にもう信じられないぐらい悲しい、腹立たしいコメントがあって、それが一番ムカついたというか、結構もう鳥肌が立って足が震えたぐらい怖かったんですけど、それがあって、でもそれはまた今度その件が詳しく終わったら動画出そうと思ってるので、またそれは詳しく今度また話します。結構ちゃんとした話なので、ちゃんと動画で一個作りたいなと思う内容なので、それはまた今度話します。芸能人とかで今タイプの人教えてください。芸能人のタイプ、これもね、昔言えなかったかもしれないけど、今はちゃんと言えます。芸能人ってタイプで言うと、松田啓太さんっていう方がすごく好きですね。昔は僕、三浦春馬さんが好きでした。男性で言うと。あとは、結構僕、おじさんというか、人生経験豊富な方にすごく魅力を感じるというか、尊敬できる方に好意を抱くので、寺内豊さんとか、エロいですよね。はい。生まれて初めて購入したお化粧品は何でしたか？これはね、僕もちゃんと覚えてます。お母さん、主にの化粧鏡から拝借したマックの、スモールアイシャドウのブラックですね。それで僕、目の周りをもう黒く塗り上げて、透視液のジュースの真似をしてメイクをしたのが一番初めての中学2年生の経験だったと思うので、それが一番最初と思います。失恋から目覚める方法、元彼を忘れたい。これに関してはもう本当に次の男性を見つけることですよね。悪かったこと、良かったことも含めてですけど、忘れるためにはもう男性しかないので。新しい男性といい出会いをして、いい恋をするしかないですね、それは。ピデ君の昔のすっぴんは一重に見えたり二重に見えたり、目は何かしてますかって質問なんですけど、これもね、よくいただきます。てか皆さんね、僕、インスタライブで前言ったんですけど、なんで皆さんそんな、例えば、鼻整形してますかとか、目整形してますかとか、
口整形してますか、すごく整形してるかしないかにこだわる方が多いなと思うんですよ。別にそれは嫌だから言ってるわけじゃなくて単純な疑問です。僕はそれ気にならないから。二重整形に関して言うと、僕昔ずっと一重でした。癖付けずっと頑張ってアイプチ韓国留学中からしてて、で癖がついてきて、で二重になって若干癖ついて後ついてるなぐらいの二重だったんです。ずっと正直言うと一回僕二重整形してます。僕目がすごく乾燥する時があって、で当時そのした時ってすごく肌悩みが多感な時期で、めっちゃどう考えても肌治らなかったんですよ。だからビタミン A がすごく濃縮配合されてる美容液を使ったんですよ。まあ、某ゼオっていうやつなんですけど、もう一番強いやつを急にガンって使っちゃったら顔中の皮膚がもう再生するやつなんですよ、ビタミン A って。なんでその再生させる強さが強すぎて顔の皮膚が全部再生するのに当たって、僕それ本当はね、まぶたとか塗っちゃいけなかったのに、まぶた全体まで僕塗っちゃってたから、顔全顔に。だからまぶたの皮膚再生も始まったら、まぶたがさパリパリに乾燥して皮膚の再生がさガガガってもう強くなりすぎて、もう再生が再生を呼んで、もう皮膚が分厚くなりすぎちゃって、まぶたので二重が一回なくなったんですよ。一回でもそれ多分一ヶ月とかすればその再生がされまくって、もう皮膚が完全に新しいやつに変わり終えたら、多分それは肌の状態が元に戻ると思うんだけど、1ヶ月間メイクできない、二重がないっていうのって、僕の職業からすると、僕顔で一応メイク自分にしてこうやって動画出したりとか、メディアに出させてもらったりとかしてるから、1ヶ月間メイクできないと僕もう死活問題なんですよ。仕事ができないってなって、で二重の声援がなくなったら僕メイク全然変わるからもう無理だと思って、その時に元の自分の二重の線に沿ってそこの線からもうどう上がっても変わらないように線をつけてもらいました。それは埋没法でやってもらいました。なので正直言うとその二重整形はしてます。それはね言ってなかったですね。だってもともと二重だったし自力で頑張って、だから整形してもそんな変わんないかなって思ってました。はい。最近何にムラムラしましたか？ほんとキモいこと言っていい？もうここまで6年間も恋愛をしてないってなるとさ、もう妄想がすごい膨らむわけですよ。僕もすごい妄想しちゃうタイプなんですけど、もう見るからにこの後もういたすんだろうなっていう、この後もいたすことをいたすんだろうなこのカップルはっていう、まあ男女でも男同士でもいいですけど、まあそういうカップルがいたとして、もうその後すぐそれをするんだろうなっていう雰囲気あるじゃないですか。あ、もう行くんだね今からホテルにって、あ、どうぞどうぞ行ってくださいよっていう、雰囲気見た瞬間になんかちょっとなんかもわってするよね。てかムラついた瞬間ありますかって質問めっちゃ多いな。俺のムラつく瞬間を皆さんそんな気になりますか？メイクと素顔どちらが好きですか？メイクです。メイク下手だなって思う人の特徴、やっぱ自分の顔の位置になってないメイクをしてる人、例えばありもしない場所に線を引いたりとか、僕もまあ線引くは引くんだけど、てかもうならその眉毛とかさまつ毛もさないものを描いてるわけだから、それは線描いてるんだけど、例えば切開ラインもさもうどこまで引くんぐらいさ自分の目の形に全然合ってない位置に引いてたりとか、目頭こうめちゃくちゃこう毛小肥だってカーブしてるのにそこをもう無視してさガッて完全に横に切開ライン引いてる人とか、結構さ違和感あるじゃないですか。違和感あるなって思うメイクをしてる人はちょっとまだ頑張れるかなと思うし、僕の動画見てほしいなって思いますね。それは YouTube での収入が入って一番最初にした大きい買い物をしてください。すごく覚えてます。去年の誕生日だと思うんですけど、ボーイシャネルのバッグを買いました。こちらです。はい、これを買いました。値段がですね覚えてます、62万円当時しました。多分今年はもっと上がってるので、今年その同じバッグを買おうと思ったら多分80万ぐらいそうなんですけど、僕の中で60万円という信じられない大金をバッグ1個に使うっていうのがもうって感じだったんですよ。そんなことが僕人生で起こるのかなっていうふうに思ったんだけど、いや待てよと、いやでもシャネルってこれだけ続いてるブランドだし、あんだけ名当たる有名人がこぞってシャネルを買ってるわけじゃないですか。シャネルにはなんかあるぞと思って調べたんですよ。したらシャネルってあんまり値段が下がらないんですね。てか上がる一方じゃないですか。でバッグ自体も売ったとしても価値が上がるんですよ。だからもう今はもう投資だと思って、あ、投資なんだこのバッグを買うってことはと思って、だからちょっとポジティブになったというか、どうせ売ると思ってもちょっと値段が同じぐらいかちょっと上で買い取ってくれるんだったら今買ってもいいかもって思えたし、その60万円のバッグを買うっていう行為にビビっている自分ちょっとダサいなって思っちゃった。その時になんかこの先もっと自分が働いて頑張って主に親孝行していきたいなとか、そういうのを考えてるんだれば60万円を
バッグ1個に使うことでビビってたらどうするんだと。いやビビるわな、それビビるよな、今考えてビビるわ、てかそんな買い物もうできないかもしれない、そんな。まあそれでもう来年もう3倍4倍頑張って働くぞって思って、もう誕生日プレゼントで自分に対して買いました。一昨年かな、それが一番最初ですね。 YouTube の収入で初めて買った高い買い物はボーイシャネルの60万円のバッグでした。でお金に関する質問も多かったですね。月に最高でいくら稼ぎましたかって質問もあったんですけど、それはね、あんまりお金に関しては皆さんもなんか聞くと良くないと思うし、自分もあんまり言いたくないと NG だしって言ってるから、中古の軽自動車買えるぐらい。でも車知らないからな、どのぐらいの値段か分かんないな。あ、じゃあヒカキンさんの1000分の1ぐらい。好きな洋服ブランド教えてください。最近ずっとここ2、3年変わらないんですけど、ザラもう暫定1位。ザラなんですけど、ザラの次っていうか、まあハイブランドとかで言うとアレクサンダー・マックイーンが僕一番好きです、服で言うと。あとはジョン・ローレンス・サリバンっていうブランドと、あとプラダ、あとヘルムト・ラングっていうブランドかな。最近バレンシアガも買ったりしますけど、でもそんな買わないしな。でもそのぐらいな気がしますね。あとシャネル、シャネルもバッグとか小物しか買わないかな。うん、そのぐらいかなと思いますね。でよく最近見に行くのはセリーヌと、サンローランをよく見に行きます。僕が好きなこう細身なシルエットが多いのでよく見に行くことが多いです。反抗期ってありましたか？反抗期は僕ね、これなんかのインタビューでも答えたんですけど、僕自分的にはなかったなって思ってます。なぜかというと、うち母子家庭なんですよ。母親が一人で3人育ててくれてるんですけど、僕のイメージで言うと母親のイメージってもうずっと背中のイメージがあって、なんでかっていうと朝から夕方まで働くじゃないですか。で僕らが学校から帰ってきたら、オムニが帰ってきて、で急いでメイクしてまたすぐ出かけちゃうんですよ、夜の仕事に。印象に残ってるのはドアから出ていく母の背中が一番印象に残ってるとか、記憶に一番鮮明に残ってるですね。本当にこう背中で語る母だったんですよ。あんまりこう口で何かしらこう説教したりなんかバーって、 もちろんいろんなこと言ってくれたけど、というよりかはもう背中で自分の行動で示すタイプの母だったので、それがすごく自分的には好きだったんですけど、だったからこそその反抗してるなんておこがましいって思ってました。頑張ってこんだけ働いて自分たちを育ててくれてる母に対して反抗するなんておこがましいって思ってました。自分は何もできなくて家庭の助けにもなってない自分が、ましてや母親に反抗するなんて黙れよと。本当に何かじゃあしてから言えよって話じゃないですか。だから自分はそう思ってたので、母に反抗するってよりかは申し訳ない気持ちずっといました。中学校ぐらいから早く一緒に働いてあげたいというか、楽させてあげたいなって気持ちがずっとあったので、ずっとその申し訳ない気持ちでいっぱいだったので、反抗するなんてっていう感じでした。本当に感謝しかなかったですね、母に対しては。1日の食事内容を知りたいです。本当に最近マジで食が細くなってしまって、27を超えてからマジで食事が少なくなりました、量が。あと回数も、昔は3食がっつり食べてて、モッパンとか昔出してる時は結構大食いとかしてたんですけど、最近マジでバッグの普通のセットですら食べられない。なので1日の食事で言うと、朝起きて大体僕スタバをウーバー頼むんですけど、スタバでホワイトモカとあと根菜サラダチキンラップみたいな簡単なつまみ系を食べて、仕事があったら仕事に行き、で仕事終わって帰ってきて7時ぐらいに帰ってきて、そっから肉系かピザ系が多いですかね。そういうのを食べて、定食とかを頼んで食べて終わりって感じなので、最近2食ですね、ほぼ。セフレ行ったことありますか？セフレは行ったことがマジで僕ないです。本当に僕経験浅いんですよ。恋愛経験もそんなないし、経験人数何人ですかって質問もあったんですけど、それも僕そんなないです。10人もいないと思いますよ、経験人数。最近の恋愛事情、はい、これで言うと僕8月に大きなことがありまして、1ヶ月間丸々僕の家にね、3年前に僕が初めて男性に告白した人がいたんですよ。まあ初めてっていうか、まあ最初で最後の人がいたんですよ。海外に住んでる人で、日本にないんですけど、たまに帰ってくるんですよ。でコロナで帰ってこれてなくて、ずっと帰ってきてて、で8月ずっと日本にいるってなって、1ヶ月間ほぼほぼ実家にも帰らず僕の家に泊まってたんですよ、その好きな彼が。でもその彼自体はストレートの方だったので、別に男性が好きなわけじゃなくて、なんならもう女超好き大好きっていう感じの人だったので、僕に全然その見向きもないのは分かってたけど、でも言動がすごく思わせぶりだったし、僕の気持ちを知ってるにもかかわらず、すごくなんか結構いろんなことされたんですよ。
ですごく自分もちょっとやっぱ好きだなって思ってて、やっぱかっこいいなって思う部分がすごくあって、尊敬できる部分もすごく多いし、でいい感じかなって思ってたけど、結局何も起こらず、旅行とかも小旅行も行ったんだけど、それも何も起こらず本人は帰っていき、帰っていった後に僕はもう自分のこと好きって気持ちをどうにか整理しなければいけないわけじゃないですか。しかも僕その好きって結構ガチだったんですよ。これ本人見たらバレ恥ずかしいね。その人が本当にマジで初めてくらいで男性でそんな好きになった人だったんですよ。だから、まあ、叶わない恋だとは分かっていたけれども、マジで好きだったからもう結構しんどくて、ずっと帰った後そこから LINE をずっと返してなくって、返してもしょうがないなと思っちゃったから、だから自分の中であれはひと夏のもう本当に甘い記憶というか甘い出来事だったって割り切るようにしたんですよ。この先なんか可能性があるからとか、その継続するものじゃなくって、この8月だけ、2022年8月に起こった本当に甘い出来事だった、スイートタイムだった、スイートサマーだったと思うようにしたんですよ。もう封印したんですよ、その記憶を。だから連絡も返してなかったんですけど、ひょんなことで僕インスタのなんかあのストーリーにコメントしちゃったんですよ、一回。なんでって思うよね。なんかタグ付けされたやつがあって、それに僕コメント返しちゃって、したらなんで返事返してくんないのって始まって、そこで僕もう全部言っちゃおうと思って、もう全部もうガン詰めしたんですよ。ガン詰め、本当にガン詰め。なんかもう、気持ちいいならもう話してもらえちゃわないから、もう話すのやめようよみたいな、会う気ないから俺はって感じで、もうさ、未練を断ち切る方法ってゼロ100なんですよ。もう相手に嫌われるぐらいガンガン攻め続けて、嫌われてもう相手がもうガチで拒絶するまで気持ちを伝え続けるか、自分が完全にもう連絡取れないようにしてしまうかなんですよ。で僕はもうその後者を選んだんですよ。もういろいろ考えた結果、もうそれしかないと思ったから。だから今 LINE も返さないようになってるし、あとインスタもフォロー解除して、 DM のやり取りで気持ちをこう確かめて、したらあっちはやっぱり友達として好きだったっていう風になったから、そうだよねって、じゃあもう喋ってた僕は辛いだけだから、もしあなたに結婚相手が出たとして、結婚式をもししたとして、それを僕は絶対祝福できないと。友達ではあるけれども、それを祝福できないし、それをなんか妬んでしまう人間にもなりたくないから、じゃあもうこの関係性を僕は終わらせたいと。したら、まあ友達だから自分もまだ遊びたいってあっちを言ってくれたけど、いやでもラチ開かないじゃんって、もう自分がしんどいからもうやめてって言って、僕はもうそれでお幸せにって言って、もうゲームも終わらせて、結構その後1週間ぐらいは結構病んでましたねっていう失恋が、自分の中では結構歴史に残る失恋がありました。性別関係なく友達として好きか恋愛対象として好きかが昔から曖昧で、どう判断していますか。これはもう完全にやれるかやれないかです。はい、それにつきます。現在タトゥー何箇所入ってますか。1、2、3、4箇所ですね。案外少ない。メイク嫌いになったことありますか。メイク嫌いになったことはないんですけど、自信がなくなったことはめちゃくちゃ何回もありますし、ちょうど今 Now で自信がないです。上手い人に最近出会いすぎて、自分の自信が今すごく喪失してます。何に一番お金かけてる。もう完全にこれ服ですね。服です。まあ、衣装でもあるので、僕の場合は衣装兼自分の私服なんですけど、服に一番お金かけてますね。脱毛症でもいいと言ってくれた人とはお付き合いされてますか。セクシャリティとか自分の性的思考を言う前に撮った動画なんですけど、これはもうね、主語を全く言ってないので後から見てほしいんですけど、この方はですね、まあ、男性だったんですよ。その人もだったんですけど、恋愛してる自分に酔ってる感じがすごくして、じゃあ僕じゃなくていいじゃんってなって、結果お付き合いしなかったですね。5回ぐらいデートをして、もう僕から振ったというか、まあもう会わないですって LINE しました。僕本当にゼロ100人間なんですよ。白黒はっきりおじさんなんで、本当に白黒はっきりしたんですよね。モヤモヤの時間が嫌なんで。いつぐらいからメイク好きなんですか。あとどういうところが好きなんですか。これ言ったらちょっとマジ遅刻するよ。マジで本当に遅刻しちゃうよ。まずミンギョをまず好きなタイミング、いつから好きかって話なんですけど、韓国でデビューした万世から好きです。もう僕は泡髪のミンギョにもうどぎもを抜かれて、初めの万世の PV 見た時からミンギョ一択でしたね。そっから僕はずっと一筋でミンギョなんですけど、何が好きかっていうと、ミンギョは韓国アイドルの中でもう絶滅危惧種と呼ばれるぐらい、もうあんだけのオスさ、オス感、大型犬のオス感が溢れてるんですよ。色気がやばい。もうそれにつきますね。だからメンギュに関してはもう本当に性的に見てます。はい、確実に性的に見てます。はい、自分を漢字一文字で表すと難しい。なん、正直マティアに嫉妬してるところ。面白いねこれね。ずっちマティアですよね。まずここのラインですね。このエラのここのライン、顎のこのラインがめっちゃ綺麗なんですよ、ずっち。あとは肩幅、コミュニケーション能力の高さ。ずっちは割とこう臨機応変に
対応できるし、誰とでもちゃんと仲良くできるところがすごく羨ましいなって思います。本当に人を傷つけない喋り方ができるなって思うので、それはすごく素敵だなと思いますし、あの空気感ってやっぱズッチだけのものだと思うので、そこを僕はすごくいいなと思うところが多いですね。あ、これ来た。毛がない利点。毛がない利点っていう質問、結構ね勇気だと思うんですけど、この人も昔はマイナスのことばっかり思ってましたけど、毛がない利点はやっぱ脱毛行かなくても全身脱毛できてるところかな。まあ脱毛したくないところまで脱毛しちゃってるんですけど、しなくても毛がないから、脇毛とかさ、胸毛とかさ、下の毛とかさ、あんまりこう脱毛しに行くにしても恥ずかしいから見られたくないなみたいな場所あるじゃないですか。そういうところあるし、僕も多分もし生えてた場合全身脱毛したいタイプなんですけど、自分のこういうねアンダーの部分を誰にもこう 見られたくない、恥ずかしいじゃないですか普通に。だから僕絶対脱毛に行きたくても行けないタイプだと思うんですよ、性格上。だからその点、もう脱毛してしまってるのは、まあ利点っちゃ利点かもなーって思ったりはしますね。街で見かけたら注意してもいいですか？無理です。